どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、マリオットボンボイホテルを GoTo トラベルキャンペーンでね利用する場合なんですけども、今まではですねベストレート保証に関しては対象外っていうね話っていう風になってたわけなんですけども、これがなんとですね対象ということになりましたので、今回はですねこのベストレート保証に関してね解説やっていきたいという風に思います。今回のね動画の内容に関してはマリオットボンボイホテルのねデスクに確認取っているわけなんですけども、マリオットボンボイホテルのねデスクっていうのはちょっとね言ってることがね変わったりっていうことが今までもねありましたので、もしね利用する際はですね確実に確認ね取ってから利用してみていただきたいなっていうふうに思います。またですねこのマリオットボンボイホテルの GoTo トラベルキャンペーンのね専門ページにはまだねこのベストレート保証に関しては対象外っていうふうにね文言が書かれておりますんで、今後ね変わるかなというふうに思うわけなんですけども、現時点ではねまだ変わってないっていった形になっております。ではですねこのマリオットボンボイホテルのベストレート保証に関してね解説していきたいなというふうに思うわけなんですけども、この動画に関してはですね昨年ね作成ねさせていただいたわけなんですけども、ちょっとね昨年ということでクオリティがねちょっと低いかなというふうに思いますので、改めてね解説やっていきたいなというふうに思っております。でマリオットボンボイホテルに関してはですねこのベストレート保証っていうね制度を導入しておりまして、これはですねマリオットボンボイホテルの公式予約サイトです価格が最安値であることを保証しているっていう制度になっておりまして、仮にですね他のホテル予約サイトで価格が安かった場合ですね特典を受けることができる制度っていうふうになっております。特典に関してはですね見つけたホテル予約サイトの安い金額からさらに 25% で宿泊、もしくは見つけた予約サイトの価格で宿泊してプラス5000ポイントっていった形になっております。こちらの特典はねかなり大きいかなというふうに思っておりまして、私はですね有料で予約する際はですね毎回ね血まなこになってね探すわけなんですけども、こちらねどちらか一つね選ぶっていう感じになっておりまして、こちらはどちらのね特典がねおすすめかっていう話なんですけども、短期間であればですねプラス5000ポイントのね付与がいいと思いますし、長期間であればですね 25% オフ料金でね宿泊できる方がおすすめっていう風になっております。2020年10月現在ですねちょっと長期で海外旅行とかね行ける状況ではないので、申請する方ですね少ないかなという風に思うわけなんですけども、もしね海外旅行でねまた行けるようになった時にはですねこちら申請すればですね、もし10万円のねホテルであればですね7万5000円になる計算っていう風になりますから、かなりね大きい特典かなっていう風に思っております。逆にですね短期間のホテル滞在であればですね、1万円とかね2万円とかのホテルであれば5000ポイントねもらってもいいのかなっていう風に思います。こればっかりはですねポイントの利用先にもねちょっとね変わってくるっていった形になりますんで、お好みかなっていった感じになりますかね。それでは次にですねベストレート保証の申請ルールについてですね、まず一つ目なんですけども、マリオットボンボイホテルを予約した後に24時間以内に申請する必要があるっていった形になっております。次に2つ目ですね、同一ホテルであって同一客室また同一の日程っていうふうになっております。同一ホテルで同一客室、同一の日程っていうのはですね、ホテルの値段設定を考えると分かりやすいかなというふうに思うわけなんですけども、マリオットボンボイホテルをね予約した後24時間以内にね申請するっていう形になっておりまして、逆に言うとですね24時間以内しかね申請することができないっていった形になっておりますんで、有償でねホテルを予約する際はですね事前にね調べておくっていうのもおすすめかなっていうふうに思っております。というのもホテルの価格をね調べるっていうのも結構ね時間がかかるっていうふうになりますんで、先にねやっといた方が楽かなっていうふうに思っております。でですね、もし24時間経ってからね安いホテルが見つかってしまった場合はですね、保有している予約がですねキャンセル無料のねプランであれば、ホテルをね取り直してベストレート保証をね申請するっていう方法もありますので、こちらもですね覚えておくといいのかなっていうふうに思います。またですねキャンセル規定っていうのはこのベストレート保証に関しては記載がないんですけども、このキャンセル規定っていうのもですね結構重要っていうふうになっておりまして、仮にキャンセル不可のプランと
キャンセルが前日までね無料のプランだった場合、まあ、キャンセル付加プランの方が、まあ、価格的には安いっていった形になりますよね。ですのでマリオットボンボホテルがですねキャンセル付加プランで他のホテルが前日までねキャンセル可能で安かった場合ですね、こちらねベストレート保証ね通る可能性がねあるっていう風になりますんで、こちらもですね覚えておくとねお得に利用できるかなっていう風に思います。それでは次にですね申請フォームに関してなんですけども、こちら概要欄にですねマリオットボンボンホテルの公式の申請フォームね載せておきますので、申請時代はねそこからね利用するっていった形になります。でですね注意する点としてはですね、通貨の種類を間違えないっていう点と、マリオットボンボンのね担当者の方がこちら見てね返信してくれるっていった形になるわけなんですけども、おそらく日本語を、ね、通じる方が見られるっていうことがねないというふうに思いますので、できるだけ英語でね書くようにした方がいいのではないのかなっていうふうに思います。私もですね英語そこまでね全然詳しくないんですけども、一応記入例みたいなのですね概要欄に載せておきますので、そちらね参考にしてみていただけたらなっていうふうに思います。それでは次にですねベストレート保証を行う際に、まあ、他のねホテル予約サイトを、まあ、検索するっていう形になるというふうに思うんですけども、こちらおすすめのねサイトに関してはですねちょっとね難しい部分ではあるんですけども、まあ、私が海外でね利用する場合はホテルズ .com をね結構利用することが多いんですけども、その他だとトラベルコとかトリップアドバイザーとかですね、まあ、Google 検索もそうなんですけども、まとまってねいろんなホテル予約サイトを見れるまとめサイトみたいなありますよね。まあこういうところをですね使うと結構ね分かりやすいのかなっていうふうに思っております。またねトリップアドバイザーとかに関してはですね口コミとかもね見ることができるので、まあおすすめかなっていった感じになります。それでは次に注意事項ですね、結構ねたくさんあるんですけども、まず一つ目に関しては部屋と所税とリゾート料金に関してはね別で考えられるっていう点ですね。このベストレート保証はね通った後の 25% オフの宿泊代金に関しては部屋代のみっていった形になります。ですので所税とかねリゾート料金とかは入ってないっていった形になりますので、こちらね覚えておくようにしておきましょう。次にですねマリオットボンボイホテルの価格より安いホテルをね探すっていった形になると思うんですけども、こちらねトリップドットコムっていう会社ありますよね。こちらに関してはこのベストレート保証に関しては対象外っていうふうになっておりますので、こちらに関してはいくら申請出してもですね申請通らないっていうふうになりますので、こちらね覚えておくようにしておきましょう。で次にですね対象外ホテルもあるっていった形になります。ちょっとね読み上げちゃいますけども、ザ・リッツ・カールトン・モントリオール、ザ・リッツ・ロンドン、ザ・リッツ・カールトン・レジデンス、ザ・リッツ・カールトン・クラブ、マリオット・バケーションズ・クラブ、マリオット・グランド・レジデンス・クラブ、マリオット・バケーションズ・ワールドワイド・コーポレーション・ブランドということで、まあ、こちらに関してはですねベストレート保証ね対象外っていった形になります。で4つ目ですね、このベストレート保証をね、まあ、申請する際に他のねホテル予約サイトをね見るっていった形になると思うんですけども、その際にですねシークレットセールとか、まあ、会員限定のセールってありますよね。ああいうものに関しては対象外っていうふうになっております。基本的には誰でもね観覧できる、まあ、価格のみがね対象っていった形になりますんで、こちらもね覚えておくようにしておきましょう。いかがだったでしょうか。今回ですねマリオットボンボイホテルのベストレート保証に関してね解説改めてさせていただきましたけども、こちらね申請が通ればかなりねお得に利用できるっていった形になっておりますんで、マリオットボンボイホテルね優秀で利用する際はですねぜひね利用してみていただきたいなっていうふうに思います。またですねマリオットボンボイホテルのキャンセル付加プランってありますよね。あちらに関してはですねすぐね課金されるように思うんですけども、こちらに関しては予約した日の現地時間の翌日23時59分まではキャンセル無料というふうに、ね、なっておりますので、こちらもベストレート保証を、ね、申請する際ですね結構ね利用できるといった形になっておりますので、こちらもね覚えておくようにしてください。マリオットボンボイの、ね、このベストレート保証に関しては結構ね探せば申請ね通ることはありますので、ぜひね利用してみていただきたいなというふうに思います。まあ、これでね 25% オフとかプラス5000ポイントがねもらえるのであれば、ぜひねやってみていただきたいなというふうに思っております。今回の動画はねこんな感じで終わりたいというふうに思います。この動画が役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますのでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。
私のチャンネルですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットボンボイホテル、ヒルトンホテルのことについてね、発信させていただいておりますので、チャンネル登録してない方ですね、ぜひチャンネル登録していただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。